はい、ご視聴ありがとうございます。リラック屋の花澤です。今回は2点ご報告があります。一つは先日アップした動画で3月15日に空きがございますというご案内をしたんですけれども、昨日京都ですね、ご予約新たにいただきまして埋まりました。おかげさまで24日までですねの営業日、キャンセルなどがない限りは現状すべて埋まっておりますので、ご予約はいただけなくなりました。すみませんがご了承願います。2つ目が、同じ動画の中でホットペッパービューティーを多分使いますとご案内をしたんですけれども、お断りすることになりました。電話で聞いた段階では今のままのプランでできそうですよとか、それがダメでも浅川はそんなに高くないですよみたいに言われてたので、あ、じゃあいけるかなというふうに思ってたんですが、なかなかそのメールも来ず来てみたらかなり高額なプランでしかできないと言ったら、年間で52万円かかるのが最低っていうので、まあちょっとさすがに月々4万円以上払うっていう厳しいなということで申し訳ないんですが、浅川のリラク屋では駅店を使おうかなと今は考えてるんですけど、まあ、ちょっと検討してまたご案内します。今のプランっていうのがもともとホットペッパーの方から中野区も掲載したいので、ほぼ無料で使っていただけるので契約しませんかっていうようなお話をいただいて始めたっていう経緯がありまして、また動画もアップしてまいりますので見ていただけたらと思います。ありがとうございました。 See you.